皆さんおはようございます。2020年6月23日火曜日朝のご挨拶です。衆議院議員の原口和弘です。ごきげんよう。どんな朝をお迎えでしょうか。今日はですね、戦後75年経ちましたけども、沖縄慰霊の日ですね。皆さん沖縄に行かれたことございますか。私は毎年ですね、必ず沖縄にお邪魔するようにしています。1月の14日の尖閣諸島開拓記念の日、これにもですね、よほどのことがない限り必ず出席をさせていただいています。ちょっと手がぶれますね。すいません。それはなぜかというとですね、やはりその日本の平和のまさに象徴なんですね。戦時における軍備を平時における沖縄が引き受けているわけです。引き受けさせられていると言った方が的確だと思います。それをもう何とかしようとずっと格闘をしてきました。銃剣とブルドーザーで追われた方々、沖縄の住民のですね、戦時においては、戦闘員以外を殺戮するっていうのは、これはもう国際法違反、戦争の違法化ということにも大きく反するんですけども、沖縄ではたくさんの方々が、もう実にたくさんの方々が亡くなりました。ひめゆりの塔や、さまざまな多くの方が亡くなったところを慰霊をされている方も少なくないと思います。でしかもですね、今も、なおその基地の負担は非常に重くて、それを変えたいと。でもう皆さん当たり前のように思っておられますけども、独立国家に他国の軍事組織がいる、他国の軍隊がいるっていうのは異様なことです。で米軍は何のためにいるかと、世界の警察官をもうやめると言いましたね。 もちろん米軍の、世界戦略のその中で、力の中で平和の均衡が保たれてきた、そのことは事実だと思います。ただ米軍はその日本を守るためだけにいるんではないです。大きく3つありますね。1つは、世界の3分の1を見渡してここから展開することができる扇の要としての日本の基地ですね。それから2つ目は、そのもちろん日本近郊の日米安保条約によってですね、軍事的侵略を防いでいる。3番目は日本独自のですね、再軍備化の蓋にもなってるわけです。ですから私たちは、もうそれも必要はないんですけども、空をその開発、これ非常に限られてるわけですね。で私は日米地位協定の改定案を上原康介先生たちと民主党時代に作りました。提案者です。で今日39の知事がですね、47都道府県のうち実に39の知事が日米地位協定の改定をすべきだと、大変不平等な条約であると、大変問題があると言ってる人もいましたね。でここはですね、今もうこの新型コロナでトランプ政権は
米軍をとドルを本国に戻そうとしてますね。そのいくらアメリカがですね強大であっても、これほどのその軍事費を国民が賄うということそのものも難しい。で、今アメリカで非常にこう議論になっているのは、あのボルトンさん、いわゆるネオコンと言われる人って、昔つってもついこの間までですけども、トランプ政権の中枢にいた人ですね。ボルトンさんが、証言を本を書いています。まあ、暴露本ですね。暴露本はどこまで本当かどうかわからないんですけども、日本からの撤退をで、脅して、そして、在日米軍に対する負担をさらに、勝ち取ろうということを指示をされたと言った意味のことがそこに書いてあるそうです。まだ取り寄せてないので、取り寄せて読んでみたいと思います。つまり日本は長い間アメリカの占領、7年間間接統治を受けたんですね。で、そのことをご存知のない方も おられるかも分かりません。間接統治を受けて、そして戦後なおですね、ずっとアメリカの民主主義と自由を守るその人たちとの同盟っていうのも確かにありました。とても大事です。した。しかし片方で自作自演の戦争屋、その戦争屋のですねキャッシュディスペンサーに使われてきたっていうことは、それは否定できないと思います。私国会でディープステートについて、復帰した時に、皆さんの前でですね衆議院の予算委員会で、質問をしましたけども、そのディープステートの真下にいる人たち、ジャパンハンドラーズと言われるその日米安保からですね巨万の富を得てる軍産複合体の人たち、戦争屋ですね。で、その戦争屋とうまくやった人間だけが日本で長く総理をすることができるということが言われてきました。それはどうかどうというのは今の私たちには分かりません。昨日民主党代表選挙の時の話をして、宇都宮さんたち、山本太郎さんもそうですけども、テレビの討論、今都知事選できまだかなってませんね。で、その話を昨日 したんですけども、同時にですねあの時の民主党代表選挙でピタッと相手陣営のところにくっついていた人たちのことを私は今も忘れません。相手陣営っていうのは野田佳彦さんの陣営ですね。もうそれはいかにその私がですね日米地位協定まで作ってるから警戒されていたかということなのかも分かりません。前半の最後にですねアメリカに行った時の、これは2000、年の初めの方でした。その時にですね米兵の相次ぐ暴行事件、殺害事件、これに私たちは、高い地位の人にですね抗議をしました。で、その時のことです。もう20年経ちましたから、申し上げておきたいと思います。その時に何と言われたか、私たちは机を叩いて強く抗議をしました。まあその人は後でそれを撤回するんですけども、何を言ってるんだと、朝起きて自分たちは米兵が何人殺した、何人レイプした、そんな報告ばっかだと、そういうのに抗議をするのは日本だけだって言ったんですよ。で、共に行っていた議員はと共にですね色をなして私たちは抗議をしました。まあ、結局彼はそれを撤回するわけですけども、しかし日本に対するもうある種の人たちの目線っていうものはですねぜひ皆さんの心の中に刻んどいてください。私が生きている時代では本当の独立を実現することが
できないかもわからない。だからこれを聞いている10代の方、20代の方、そういうことがあったということを胸に刻んでください。戦争屋の真下にいてはいけません。本当の意味での独立を、独立自尊といったものが大切です。まあ今この状況なので、多くのものが変わってくると思います。僕はアメリカが悪いって言ってるんじゃないんです。アメリカの中にいるそういう人たちと結託をして、そしていくら沖縄の県民の皆さんが基地はやめてくれと言っても強行をする。この間中谷元防衛 長官がですね、イージスも見直すということに関連して、沖縄のこの辺野古の基地もですね、建設も見直すべきだということを言われました。大変な勇気だと思います。やめるべきです。防衛のために作られてるんじゃないということをですね、申し上げたいと思います。それじゃあ皆さんごきげんよう。次 B です。